マイクのね、レベル高すぎて。そうだね、びっくりしました。喋りもできへんし、困りましたね。どうしようと思って、じゃあオープンマイクのレベル高すぎて、ちょっと今年ここからライブするのはどうかな。今年初めてのスタナイでね、はい、また今年もよろしくお願いします。それでは、先ほどね、あのゾウさんの、歌声のメンバーの方なんですかね。昔の歌声、ちょっとあの歌声の雰囲気で次の曲はちょっと行ってみたいと思いますので皆さんのクラスケを始めればいいなと思いますので、よろしくお願いします。春の日、一人ぼっち
の日市内から、はい、奈良公園の近くから参りました。さっき鹿の糞で出てきたけど、家の周りには鹿の糞だらけです。先ほどのね、あのオープンマイクの一番手、かぐれさんも夫婦、ご夫婦、私たちも夫婦です夫婦でやらせてもらっています。次の曲は、私が歌わせてもらいますけれども、あの最近じゃないわ、私はあの熊木兄さんという、ね、方の曲を好きでよく歌わせてもらってるんですけど、次の曲もその方の歌なんです。ただ、あんまりご存じないかなと思うんですけど、10チャンネルの夕方のね、ニュースの後に芽生えって赤ちゃんが出てくる、なんていうかな、コーナーがあるんですけど、そのバックに流れてるね、誕生日っていう歌はちょっともしかしたら聞いたことがあるかなっていう方もあるかと思う。その歌を歌っておられるのが熊木兄さんなんですよ。シンガーソングライターの方なんですけどね。でその方の、歌なんですけど、夢のある喫茶店という歌を歌わせていただきます。
ギターを弾くのは2回目なんですけどね、すいません、ちょっとお見てくださいね。2回目というか、ライブ自体は初めてです。あのオープンマイクで1回やらせてもらったときなんで、愛つくばって一体何を探して
すいません、人前でさせていただきました。ありがとうございました。それでは、今年もね、本当お嬢さん、1年まだまだこれからですけど、よろしくお願いいたします。お願いします。春蓮さん、はい、缶をいただけますか。今、ママ忙しそうなんで。そうだよね、缶を頼んでくれた。最後の曲は、はい、演奏旅行、はい、眠れる夜が続くよ。ホテルの高いベッドの上でで7杯目水割りバーッこういう感じで歌います。リアル。リアル。水割りバーボー窓の外はどしゃ降り僕らただろう。ああ街は死んだ君のグッバイブレーションそれだけが頼りこの衝動もうすぐ乱れ今年もナウエル1年よろしく。
誰と